クリスマスローズの世界展2024東京池袋サンシャインで行われている展示会のご案内をしたいと思います。まずはこちら、会場図から行きましょうかね。まずはこちら会場図、今現在ここにいまして、まあプロフェッショナル展示ということで、元ね、ナーセリー展示と言われていたところなんですけど、全国のね、名だたる生産者さんの方々が、展示を出品してくださいまして、それを素敵に今回はアレンジをした、コーナーとなっています。そしてですね、ウェルカム展示が奥の方にありまして、で、新刊コンテスト、人気のコーナーの一つ、注目のコーナーの一つでもあります。あとこちら、クリスマスローズ協会のね、会員さんの展示品ということで、一般の人がね、どんなに素敵にこう育てられるんだろうということで、やっております。で、園芸相談コーナーということで、クリスマスローズ協会の会員の方々が、クリスマスローズ園芸の相談をしてくれるよということで、ここに、構えています。で、こちら、黄色と緑のところにあるのが、今回、やっぱりね、こう、これを目当てに来るという人も多いんですが、販売ブース、全国のね、生産者だったり、園芸店だったり、そういう方々が、おのおのの商品を、ここらで、花をね、ここで販売をしたり、宣伝をしたりということで、やっております。で、こちらセミナーブースということでね、毎日、様々なセミナーが行われているので、そちらなんかも、毎回、多くの人がご興味を持ってやっております。で、そしてね、ヤマト運輸さんあって、もしね、販売品で、あまりにもいっぱい買いすぎて、送りたいわっていう方は、送ることもできるということで。これが全体的な概要ということでした。ではね、まずね、その、一番のプロフェッショナル展示ということで、こちらが私の、展示となっております。で、こちら、まず、出展者一覧ということで、加護園さん、片山農園さん、ズーニーガーデンさん、ソタ園芸さん、高松園さん、道仙坊ナーセリーさん、野田園芸さん、堀切園さん、大和園さん、横山園芸、横山ナーセリーということで、もう本当にね、北は山形、南は鳥取の隣の島根県の方だったりだとか、すごい全国から集まってくれています。今回はですね、こんな感じに、素敵に、なんかね、こう、お庭の風景の一部というか、そういう形に切り花も含めて、鉢物を上手にこう展示してくださっています。まあね、こう、こんな感じに枝もありつつ。そうですね、これはもう山形の樋口さん、よく出してくださいました。遠くから、ありがとうございます。手前にそうですが、横山園芸ブース、頑張っております。で、そしてね、で、壁にはね、こう、パネルで、例えばクリスマスローズとは何ぞやとか、咲き方がどうだろう、どういうものがあるのか、自生地というのはどういうところにあるのか、なんていうパネル展示なんかもあります。一応ね、ただ綺麗とかそういうだけじゃなくて、深く知ろうというようなコーナーの一つとなっています。こちら、入ってね、真正面にある、ウェルカム展示ということで、たくさんの花をこう紹介して皆さんをお出迎えしようという感じで、まあ、フォトスポットじゃないですけど、ちょっとね、野生も意識しながら、展示をしてくれています。もちろんね、お庭の一部というか、自然とやっぱりね、こうちょっと落ち着いたトーンの中にあるクリスマスローズっていうのはすごく映えるので、要は飾るヒントにもつながるかななんていうので、楽しく僕も見させていただきました。で、一重咲きだとか、こう、八重咲き、セミダブルだとか、いろんな種類がここでは一度に返して今見えます。例えばね、これなんかも面白くて、クリスマスローズの種ってこんなだよ、みたいな。いいね。そんな展示もしております。そしてね、こちらの方は、さらに、もうちょっと逆にシンプルになった、原種、野生種のコーナーということで、展示のスペースを作ってくれています。ね、フェシタスってなんかこんな咲き方もあるんだみたいな、よく使っています。はい、ということで、こちらで会員さんの展示コーナーということで、
やっぱりね、こう自分で下手すれば種をまいて増やしてるなんていう会員さんもいたりだとか、もちろん寄せ植えでこういうふうにクリスマスを見せたりだとか、そういう部分もあったりもします。結構ね、たくさんの人が、出してくださいまして、去年の夏なんかはね、非常に暑かったのによくこう皆さんここの展示会に向けて、頑張って出してくれました。なんか超対策ですね、寄せ植えアレンジということで、はい、そしてこっちちょっともう一回振り返っていただきたいんですけど、じゃあ進化コンテストという展示コーナーですね。進化コンテスト、進化というのは新しい花、要は生産者の方、会員の方も含めて、何が一番新しいのかっていうところを競うところでもあります。アンケートでもね、非常に人気の高い、注目度の高い、場所となっています。やっぱね、これだけ一堂に会したら、なんかこれが最新だよ新しいんだよとかっていうのが見えるのはすごく、ここでしかないよねっていうのがあります。なのでね、まあ、優秀、今年の最優秀賞、こちらの花どうなっても会長賞ということで、すごいですね。プロの人が選ぶ要は賞、まあ、これはすごい最新だよというのと、一般の人が入ってきてくれてここで人気投票をして、決めるという人気投票ナンバーワンっていうのがあるんですけど、人気投票ナンバーワン、こちらの作品になっています。緑色のね、綺麗な花ですね。はい、人気投票第2位ということで、こちらかな。面白いですね、咲き方は。人気投票第3位ということで、こちら、すごいですね。という感じで、はい、ずらっと並んでいます。だいたい40、50以上あるかな。本当これだけでもね、見応えがある、すごい展示になっております。で、そしてこっちから、ここからが、販売ブースとなっています。これ、目抜き通りね、今回のね、あ、ちょっと向こうから撮れなかったかななんていうあれですけど、クリスマスローズがね、お出迎え、たくさんの商品としてのクリスマスローズですけど、お出迎えしてくれます。まずはね、もう100周年を数えてるという、例えばカボエンさん、すごいですね。素敵にディスプレイまでしてくださって、やっています。例えばね、押し花の、すみません、ちょっと押し花の、展示販売もしてくださってる、コーナーの一つです。リース作りもね、ワークショップとしてやってくれたりなんかということで、非常に、助かっております。はい。で、こちらなんかもね、ちょっとね、今回新しい試みで人気 YouTuber の、やっちゃんだよなっちゃんが、来てくれて、いろいろ。自分はね、本当クリスマスローズ本人も大好きな人で、意外とこうやってくれてるので面白いですね。いろんなチャンネルで新しい装置してるのとか、そういうので伝えてくれてる、いいと面白いところですね。ブロス銅線棒なせいさんですね、こちら。いや、もう本当にゴージャス間違いない花っていうかね、迫力のある花をいつもご用意してくださっています。こちら大井なせりさんですね。非常にね、なんか上品な感じの可愛らしい花が多いのと、原種紫花弁もなんかもね、一部あったりだけします。で、こちら、ヨガ年芸のブースということで、マネオコブ、シカコブっていうことで頑張ってやってます。ポットメーカーだとかね、いろんなところと協賛してもらって、できればね、楽しい園芸、売り場になれば、花売り場になれば。こちら、野田園芸さん片付け中だ。ね、本当に老舗ナーセリーの一つでもあります。非常に先駆的にやっていた、できた仲間の一人でございます。で、こちらね、原種シクラメンの英国シクラメン協会日本支部ということで、実は僕代表を務めさせていただいてるんですけど、大きいシクラメンの原種のタイプの方ですね。こんな小さい花を咲かせて、展示品がありますけど、はい、あります。種も販売したりだとかね、ただ売るだけじゃなくて、僕は本当に育て方かとか、こういう展示マウルで含めて、
てくれています。はい、ここはね、古谷さん、激花の古谷さんということで、こんなガチャガチャじゃなくてくじ引きみたいなものだってすごく盛り上げてくれてました。ありがたかったです。本当に YouTuber 古谷さとしクリスマスローズくじって入って本当に賑やかでしたね。ありがたかったです。次こちらアクアセルということで、今回ね協賛もいただいて一緒に頑張ってやらせていただきました。ちょっとお出かけするときとかね、どうしてもなんかなかなか、水やりができないようなんていう人にもサポートになるすごくいい商材の一つと聞いております。僕もね一部実用します、使ってるんですけど、面白いです。でこちらね、フミヤさん、この年、ね、珍しいチメタンス後輩とかって言われる、こととか運用しています。でこちらチメタンス協会さん、ズニガレさんがねやってくださってる、非常に難しいのによくこう見るだけでもここはすごいです。育てるのが難しい品種の一つなんですけど、頑張ってやってくれてます。はい、こちら、ちょっと隠れちゃってるので了承を得てるので、ちょっと見させていただきます。でこちらね、刃物屋さんの三木梶屋村ということで、一部だけお見せしたいと思うんですが、すごい手作りのね、手打ちのすっごい一品物のハサミみたいなのをこう、ご用意しています。もう握力が少ない、女性でもすごく素直にスッと切れるようなハサミなんかを用意してくれてて、非常に僕も好意にさせてもらってる、ハサミ屋さんの一つではあります。ありがとうございました。はい、でこちら、つばめ三条製の浅野木工所さんで、僕も実はナイフ愛用させてもらってるんですけど、手打ちのもうステンレスだとか鉄のもう本当に丈夫な、一個一個丁寧に作ってる園芸用品屋さんだけではないんですけど、園芸用品を中心にね最近はやってくださってるということで、来てくれてます。そして、こちらね、もう大人気園芸店の一つでもありますグリーンホビーさん、朝からね行列ができてましたね、本当ね全国のね名だたる生産者さんの商品を集めて販売をしてくださっています。こちら、南信州、切り花 の生産農家さんなんですけど、まあ本当出してくださいまして、切り花のもうクリスマスローズの切り花の草分け的存在っていう、立場でもあります。非常に質のいい、切り花を出してきてくれて、今回クリスマスローズのね展示会にも花を添えてくださることになりました。本当にありがたかったです。花時間さん、園芸雑誌といえばねもう特別な、僕も本当昔からの憧れの販売の雑誌の一つでもありました。でこちらバイオウォルドさんで、今回ねすごい出てくださって、やっぱりねこうバラでは有名なところでもあるんですけど、クリスマスローズにもねやっぱり使うといいよということで、一緒になって出てくれました。オーカドライフラワーだとか、そういうものを扱ってくださってる、やっぱり、ね、こうクリスマスローズのドライフラワーも作ってくださってますけど、なんかねこういいですよね、どんなものでも。クリスマスローズなんかそもそも少し乾いてる感じのイメージも強いので、そういった意味ではよく似合うというかね、こういうところにも雰囲気もいいよっていうので、うん、やっぱある程度ね、本当こういうドライフラワー作るときだっていうのはもう本当かわいそうなんですけど、やっぱいい状態の時に切る、本当は普通の花っていうのはねドライにしてしまうっていうのがあるんですけど、クリスマスローズはね効果不効果こう、さっきいい時はこう花で楽しんで切り花にして、でも咲き終わると意外と持つもんなので、それをドライフラワーにしたりなんかするとまたそれはそれで味があったりだとかっていうので、まあいろんな方法があるよっていうのでね、話を聞いてみたりなんかしてもいいかと思います。いいですね、みんな寄り添って一つの輪みたいな、僕も目指してるところでもあります。で、ここはねショーケース、園芸店さん、花屋さんかな、どちらかというと結構にぎやかして、今回はいろんな植物をで、クリスマスローズの箸休めじゃないですけど、いろんな植物を持ってきてくれて、マスターとね切り花と、
きますね。でこちら、カリアさん、六本木の花屋さんなんですけど、まあ、春らしい、ね、やっぱクリスマスローズ、地味ではあるんですけど、それをちょっと華やかにしてくれてる、感じのところがあります。じゃあ、そしてこっちが、今回ね、セミナーブースということで、こんな感じのセミナーを行いました。初日、瀬沼さん、花しぐさんの瀬沼さんによるクリスマスローズ、横浜魚のね、クリスマスローズ、プチドールなんかを使ってくださったんですけど、寄せ植えコーナーみたいな、寄せ植えしようぜみたいな感じのとこなんですけど、すごくね、上品な感じの、野草っぽい、素敵なアレンジを作ってくださいました。寄せ植えですね、ありがとうございました。で、2番目、12時半からは白山提供をプロデュースということで、園芸系 YouTuber、フリアさんと、驚きの新素材アクアセルの、ことについていろいろ裏技なんていうこと書いてありましたけど、言ってましたけど、やってくださいました。そしてね、3コマ目、2時からは籠園の野口さん、野口孝子さん、クリスマスの楽しみ方ということで、言ってくださいましたね。で、また、同じく、瀬沼さん、寄せ植え、違ったね、どうせモナーセリーさんの、ね、クリスマスローズを使った、寄せ植えをやってくださいました。で、最後、初日の最後はね、5時から横山園芸、横山直樹、まあ僕自身が一応クリスマスローズの歴史だとか、将来の展望、基礎知識、展望なんていうことを話させていただきました。2日目、24日土曜日なんですが、僕横山が、まあ、自生地から学ぶクリスマスローズ、クリスマスローズの育て方ということでお話をしたいと思います。2日目の2番目、道仙坊ナーセリーさん&ガーデン提供、道仙坊さんですね、やっちゃんねるさんと2人で、本当まとまんのかなこれっていう感じなんですけど、にぎやかにやってくださることでしょう。楽しみです。切り花のレジェンド、生産者のね、レジェンドクリスマスローズの今だけじゃないんですけど、他の南信州のプロ中のプロの生産者の方と、フロイスのレジェンドといっても過言ではないレン・オークメイドさんのお二人が、もうクリスマスローズの本当に素敵な話、現地のね、まあ、ヨーロッパがもちろんクリスマスローズがスタートなので、本家本元というか、本当素敵な話をしてくださるということで、僕もね、本当実は聞いてみたい、なぁって思うぐらいの、ところです。で、スイートアリサムさん提供、次。先ほどね、折り、押し花の方ですね。ぜひともね、クリスマスローズ、非常に押し花に、結構いいんです。その、下向きに咲くもんなのでね、パッとやって、パッと中が見えるっていうのも、楽しみ方の一つだと思います。そして、最後最後、大鳥の駒としては、クリスマスローズの世界展、プロデュース、模擬ゼリということで、楽しみなコーナーの一つです。まあ、一日限りのね、クリスマスローズオークションということで、いろんな方がね、出展してくださったりだとか、僕ももちろん、ここでしか売らないものを何個か出して、販売しないものを出して、オークションにかけて、まあ、盛り上げようというところです。どんなに最後にね、いいものが出てくるか、残り物だけじゃないというのが間違いないのは、確かだと思います。ということで、最後までね、目が離せないというか、催しとなっております。ちょっと春っぽいこの前で最後終わりにしようかな。はい、ということで、ちょっと花に囲まれてクリスマスローズではないですけど、ということで、クリスマスローズの世界展2024、まだまだね、本当にたくさんの方が来てくださって、まだたくさんのお花が、残っております。なので、ぜひとも楽しみに来ていただければ、幸いです。ということで、たった2日間の本当にもったいないなっていうぐらいのいい展示なんですけど、遊びに来て、見学に見て、クリスマスローズを堪能して帰っていただければと思います。それでは、クリスマスローズ世界展ご紹介ということで終わらせていただきます。ありがとうございました。